皆さん、折り紙、折ってますか？こんにちは、慶応義塾大学博士課程1年の中島です。今回は特殊な変形折り紙を作っていきたいと思います。ただ、普通の紙で作るのは飽きたので、こちらのポリイミドフィルムとこのレーザー加工機を使って作っていきたいと思います。今回作る折り紙は、動画の最初に流れていた花のような折り紙とピラミッドのような折り紙です。ということで、この動画ではそれぞれ花とピラミッドと呼ぶことにします。どちらも普通の折り紙と違い、力を加えると変形する不思議な構造をしています。それではこの折り紙を作っていきたいのですが、その前に材料と道具を詳しく見ていきましょう。材料のポリイミドフィルムは茶色で透明、そしてこんな感じでペラペラのフィルムです。このフィルムを折っていくのですが、そのままでは紙みたいに折り曲げられないので、水をつけて折れやすくする必要があります。そこでレーザー加工機を使って水をつけます。レンズから出てくる紫外線レーザーでフィルムを削って水をつけます。また加工するときはレンズの下のステージでフィルムを固定します。このステージはスイッチをオンにすると表面から空気を吸い込むので、フィルムを吸着してしっかりと固定できます。次は折り紙の設計を見ていきましょう。花の設計はこんな感じです。中心にある六角形の辺から谷折り線が、頂点から山折り線が放射状に伸びていて、外周は十二角形になっています。これをレーザー加工用の設計に変換するとこんな感じになります。山折り線の部分には表側から、谷折り線の部分には裏側から幅 0.5 ミリの溝が掘られています。大きさは約53ミリです。六角形の頂点にある6つの穴はフィルムを折った時に折れ目から避けることを防ぎます。ピラミッドの設計はこんな感じです。ピラミッドの特徴は折り線だけでなく切り線も使われていることです。溝の幅は同じく 0.5 ミリで、正六角形の高さは約52ミリです。それではこれらの設計をもとに実際に折り紙を作っていきましょう。レーザー加工機の中にカメラを設置しました。これで加工の様子を見ていきましょう。まずポリイミドフィルムを固定していきます。加工範囲を示す赤いレーザーポインタがフィルムの中に収まることを確認したら、テープで紙片を固定していきます。次に谷折り線となる溝を掘っていきます。溝と平行にレーザーを繰り返し照射することで溝を徐々に深くしていきます。そして外周を四角形に切り抜いたら、表側は完成です。裏側に取り掛かります。フィルムを外してひっくり返し、残った枠にぴったりとはめます。この方法で表と裏の大体の位置合わせができます。次に表側と同じように山折り線となる溝を掘っていきます。最後に外周を切り抜いたら完成です。うまくできました。この後ピラミッドも作りました。完成した折り紙を見ていきましょう。設計通りに製作できていそうですね。表と裏の位置合わせは少しずれていますが、溝や穴はきれいにできています。これを折り線で折っていくと、このように花みたいな形になります。さらに花びらの部分を巻きながら閉じて、手を離すと花が咲くように一気に広がります。うまく変形しましたね。ピラミッドの変形も見ていきましょう。最初はこのように平らですが、中心を上方向に引っ張ってあげると、回転しながら立ち上がっていき、あるところでパチンと変形しロックされることで自立しました。今度は回転した方向と逆方向に押してあげると、ロックが解除され元の平らな状態に戻ります。ピラミッドもうまく変形しましたね。というわけで、レーザーを使って折り紙を作ってきましたが、実は花の最終バージョンができるまで7パターンの試作をしていました。まずコピー用紙で試作し、構造と開閉するかを確認しました。ちゃんと動きましたね。次に厚さ 0.1 ミリのフィルムで試作したのですが、溝の深さをかなり深くしてもフィルムが分厚いのでうまく折りたたむことができませんでした。そこで厚さ 0.05 ミリのフィルムで作ってみると、うまく開閉するようになりました。
また試作の途中で開閉を繰り返していた時、折り目の重なる部分から裂けてしまったので、その部分に円形のカットを入れることにしました。すると繰り返し開閉しても裂けなくなりました。このように折り紙一つとっても、何か新しいものを作るためには何回か試作を繰り返す必要があります。うまくいかないところを改良して何度も試作するのは大変ですが、徐々に完成に近づいてるなという高揚感と、完成した時の達成感が折り紙をはじめとするものづくりの面白いところかなと思います。それでは最後に花とピラミッドの本来の役割をお見せしたいと思います。実はどちらも工学的な応用が研究されています。例えば花の方はフラッシャーパターンと呼ばれる折り方の一種で、 NASA が太陽系外惑星を探すために開発中のスターシェードを参考にしています。スターシェードは簡単に言えば、宇宙空間に設置する超巨大な遮光板で、宇宙望遠鏡とセットで使われます。スターシェードが展開し、恒星からの強い光を遮ることで、普段は恒星の光に隠れて観測できないような太陽系外惑星の観測を可能にします。宇宙探査において軽量で頑丈、地球から運搬するときはコンパクトで、使うときだけ大きく展開する構造は結構便利だったりします。そのため簡単に畳んだり広げたりできる折り紙の技術は、宇宙探査のデバイスと相性がいいのですね。一方でピラミッドの方はローテーショナルエレクションシステムという構造で、実は投稿者が研究している触覚センサに使っている構造です。そもそも触覚センサとは人間の触覚機能を再現したセンサで、研究中のこのセンサであれば、センサ表面にかかる3次元方向の力を計測できます。そんな触覚センサがポリイミドフィルムを材料にレーザー加工だけで作れちゃうというのが、この触覚センサの一つ目の特徴です。そしてもう一つの特徴は、平面のセンサ素子が立体的に変形することです。レーザー加工で作った力を検知するセンサ素子を折り紙構造で立体的にします。それによって一方向だけでなく3次元方向の力が検出できるようになります。そしてお察しの通り、このセンサを作る方法で花とピラミッドを作っていました。せっかくなので触覚センサの作り方も紹介しちゃいます。まずポリイミドフィルムにセンサの構造をだんだん加工していきます。このレーザーは折り紙を作った時と同じ種類のレーザーです。次に別のレーザーを使ってフィルムの表面をジグザグに炭化させます。この黒く炭化した部分が力を検知するセンサ素子になります。そして折り紙構造を用いてセンサ全体を立ち上げ、センサ素子を立体的に配置します。最後にセンサ全体が一緒に変形するようにゴム材料で覆えば完成です。こんな感じでレーザー加工と折り紙構造で触覚センサが作れちゃうのは結構面白いと思いませんか？このような折り紙をヒントにした技術や製品がどんどん世の中に出てくるかもしれませんね。というわけで今回はレーザー加工で変形折り紙を作った後、少しだけものづくり系の研究を紹介してみました。スターシェードを実際に作ってみたい人は概要欄のリンクから NASA のホームページにアクセスしてみてね。普通に折り紙を折りたくなった人はやってみてね。久しぶりに手を動かすと意外と面白いよ。それじゃあバイバイ。